ガチガチ専門には夢があるんですよ。はい、じゃあ乾杯から始めましょう。はい、お疲れ様でした。じゃあ夢を語りましょう。目立つことを一番考えて店作った方がいいですよね。外観はね、シンプルで、上品に作った方が絶対いいですね。内装もシンプルが一番いいです。こだわらん方がいいです。ゴテゴテしなくていいですよね。やっぱ一番の売りは技術、次は清潔感。そんな内装にね、お金かけなくてもいいですよ。物件選びの時って僕はまずそこを絶対選びますね。2階でも3階でもいいんですよ、目立つ、目立つとこで。しかも1階のどこに看板が置けんのか、どういう風に看板を設置できるのか、どのくらいのサイズの看板を置けんのかっていうのをイメージするんですよね。だから市街地になってきたら1階って難しいですからね。でも2階3階で工夫すれば集客できますけど、やっぱ技術あるところにみんなお金払いに来るんですよ。で昔はね、もう癒し癒し言うて、癒しって言ったらね、あの非日常な空間を提供してゆっくり休んでもらうっていうのが目的だったんですけど、もう今は違いますよ。皆さん舌が超えてきて、聞かして楽にしてほしいっていうね、もうどっちか言ったらそれって言うたら治療じゃないですか。治療っていうのはそれですよね。でも僕らは治療はできませんから、効かす。でも硬い筋肉を効かしてほぐしてあげたらどれだけの効果が出るかってもうご存知じゃないですか。ほぐすだけで、だって痛みとか不快な症状がなくなってしまうから、お客さんからしたら治療なんですよね。だから勝手に先生とか呼ばれますやん、先生、全然先生ちゃいますやん僕なんか。で毎週来るおばちゃんなんかは、先生来週の治療はねっつって勝手に言ってるし、看板とか何にも治療なんか書いてないでしょ。それぐらいの効果があるっていうことですよね。硬い筋肉ほぐすだけで、でしかもその硬い筋肉をほぐすだけのことをできないセラピストがまだまだほとんどやっていうのが現状です。で通常はその経営について学んだりみんなするじゃないですか。何を学ぶかっつったら接客の仕方で、リピートを促すための言葉遣いとかセリフとかあるんですけど、そうやってリピートを取ろうとするんですよ。あとは、ポイントカードを使ったりとか、次の予約を入れてもらったら500円引き、いろんな手法あるじゃないですか。結局値引きなんですけど、そんな小細工いらなくなります。ガチガチ専門店一切してないですよ。しかもその技術ってそんな難しくないじゃないですか、習っちゃえば。荻窪はネット予約を採用してるんで、ネット予約の方は 8% オフにしてますね。でもネットで来る人っていうのは何割やろ、 2,3 割ってとこかな。あとはね、10分1080円お支払いいただいて、だからこの技術を持ってガチガチ専門の看板を上げれば集客できてリピートにつなげることができるっていうことを僕は荻窪で証明してます。間違いないです。どっちでもいいでしょうね。リピートしてもらって同じお客さんを席に持って見たいっていうんであれば住宅街の方がいいでしょうね。市街地に行くと一元さんが多くなる。どういう客層で商売したいかでしょう。どっちでも来ますよ間違いなく。あの締めの料金をつけると、そのスタッフにね、締めもらうと1人200円とかあるじゃないですか。そうするとスタッフ感がギクシャクするような気がする。であの競い合い、今もちろんね歩合制やったら必要なんですけど、ガチガチ専門の場合でいうと、僕の考えでいうとそれは良くない。平均でいきたいんです。アベレージを上げていく。だから一人の技術はみんなで共有する、そしてみんなで技術を高める。指名でもらったらなんぼっていう差はつけたくないですね。チームプレーなんで、なんていうんですか、職場の雰囲気が悪かったらそれってね仕事に出ません。サロンの空間が悪くなると思うんですよ。それってお客様に伝わったりとかすることだと思うんでね、みんなが一丸となって戦ってほしいですね。レベル差が出るっていうのは店の責任でしょ。保育法でも見てたらそれぞれ締めつくんですよ。で若干木村店長が多いんですよ。それは僕この前も指示出して研修してるかと、やっぱちょっと木村店長が増えてきてるから、研修し合って木村店長の意見と新見ちゃんが木村店長の施術を受けた感想を教えてくれで、お互いのちょっと意見聞きました。でそれぞれ気づきがあって、あ、木村店長はこういう風にしてるからすごいいいと思いますって新見ちゃん言ったし、だそうやってねお互いレベルを高めってほしい。一人が上がるんじゃなくてね、うん、ここはレベル高いなって、それが究極やと思いますよ。社会貢献っていうことを考えたときに、
自分一人でちまちま技術を隠して自分一人でちまちまやり続けるのと、ある程度の年になったら下を教育してその人を現場に立たして下を育てていく、で雇用を増やすっていうことですよね。これって社会貢献じゃないですか。雇用を増やして、で売り上げ増やして、でそれだけの税金を国に納める、そして経済を回す、これってもうめちゃくちゃ社会貢献じゃないですか。やっぱオーナーとか社長ってそうあるべきだと思うんですよ。ある時期が来たら後継者を育てて、可能であれば店舗も増やせばいいと思いますよね。だってこの技術を求めてる人っていうのは山ほどいますからね。で通常の展開の方法っていうのは箱ありきで展開するでしょ。箱作って後で人、はい採用しますおいでーっつって、僕はその考えは違うんで、人がいるところに作ります。研修制度をしっかり構築しないとダメですよね。 YouTube ブログしてるでしょ。ここで求人を発信して人集めしますから、僕たちの活動を分かってくれてる人たちがまず集まってきます。結構そこの問題って意外と少ないです。彼らにも言ってるんですけど、今までの施術を持ってるからね、彼らも。だから基本は天王寺と九月でやって、あとはもうお客様に合わせてやればいい。すればいいんですよ、お客様のためになれば。ただあまりにも目に余るぐらいにいろんなこと しすぎてたら、治療みたいなこととかねし始める人いるじゃないですか。そういう人はもうダメです。やっぱ治療行為みたいなことはしちゃダメです。強制もしちゃダメです。それでもし事故を起こしたら私責任一切取らないです。って言っても責任者は私だから、責任こっちに回ってくるんですよ。だからそういう治療みたいな行為をしてる人はもうすぐにやめてもらいます。治療に行ってやれ、それか国家資格ちゃんと取ってからやりなさい。うちは硬い筋肉をほぐすだけ。やっぱね、治療とねリラクゼーションとねこの境目を分かってない人がいますから、そこはシビアに見ていかないとダメですね。下手したらお客様の体壊すことになりますからね。強制だの何なんだろうね、ダメです。いくら自信があってもダメです。私はその責任は取れないですから。ストレッチはしましょうそれを求めてくるお客さんも来なくていい。もしそれで怪我させたら僕たちも一生パーですよ、そんな一人のお客さんのために。だからそういうお客さんもいらんし、そういう施術家もいらない。リラクゼーション業界の役割っていうのがありますから、その範囲内で活動しないとダメですよ。オーナーの考えでやったらいいと思います。あとスタッフの同意ですよね。僕たちが直接するのはオーナーのみです。依頼があればスタッフもします。これからちょっと詰めていかないとダメですけど、まだ決まってないんですけど、ずっと無料でっていうわけにはいかないんで、技術提供なんでね。だから基本はオーナーが下に伝えていく。でも一回店全体を見てほしいって言われたら、それはそれでします。ロイヤリティって安く設定してますよ。売り上げなんぼ伸びてももう固定ですからね、うちは。だから頑張れば頑張るほど残りますから、とにかくお客さんのためにね、お客さんが喜ぶことをして差し上げると。お客様は神様っていう言葉が大嫌いで、もうそもそも違うんですよ。お客さんが上で店員が下でしょ。そうじゃないですよね。対等でいなきゃいけないと思うんですよね。こっちももちろんサービス心込めて全力でサービスするし、だからその対価をいただくわけでね。俺は客や、揉んでくれっていう客はもう一切いらない。だって僕らの仕事ってね、その人の体に触れるわけでしょ。そんな感情を揺さぶられてね、落ち着いてまともな施術ができるわけないじゃないですか。一夜干しありますか。いかめちゃうし、はい、なんでかというか、とにかく僕全国制覇を狙っているので。なんでかって言ったら、ガチガチさんが、ね、行き場がないガチガチさんって絶対に全国にいるんですよ。私が直営するのは、都市部ですよね。そこで、スタッフさんにまず育成して独立してもらいたいんですよ。で自分の地元に帰って、ね、ガチガチさんのために施術をして、で儲けていただきたい。実践を繰り返して訓練してもらって、自信をつけてもらってから、独立心のある人は独立してもらいたいなと。そうやって広げていきたいですよね。同じ志でやっていきたい。大きくぼ作る時でもめちゃくちゃ反対されましたよ、僕。反対っていうかね、無理って。今更、サロンがいっぱいあるのに10分1000円、客来ませんよとか
平気で言われるんですよ。でその僕の考えにこの賛同してついてきてくれたのが今の2人なんでね。でじゃあ彼らに任せよう。で今7ヶ月が経って毎月めっちゃ増えてるじゃないですか。10分1000円でもこんだけ来てもらえんやっていう今実績を作ったんですよ。でこれを見てもらってやりたいと思ったわけでしょ。前例のないものってみんな怖がってやらないじゃないですか。で信じへんし疑うし無理無理っつって。だから僕がね戦闘機って実践して、結果出さないとみんなついてこないんですよね。だからその僕が戦闘立って道を作るんですよ。だからまだその荻窪店でも道作ったつもりやけどまだあぜ道ぐらいの道やと思うんですよね。だからもっと今度大きな店大きな都市に作ってもっと太い道を作ってあじゃあ俺でもできるやんっていう気持ちにみんなを刺したいんですよね。だからもっともっと、直営店作って実績積んで結果出して来いよっつってねやりたいんですよね。背中見せたいんですよね。いや、気持ちは、今年から動き出したいですね。まあ来年中には作りたいですね。物事が一つがゴロンって動き始めるまで最初のパワーが必要なんですよ。でも今ちょっと荻窪でゴロって動き始めましたからね。だって僕には新見ちゃんと木村店長がいますから。半年前までは僕一人きりですからね。今は3人いますから。3人でゴロって動いたもんもっと3人でガンって動かしたらゴロゴロゴロって動き始めますから。いやもうガチガチさんのためにやる、そしてセラピストさんのためにやる。だってセラピスト業このリラクゼーション業界って食えないじゃないですか。梅酒、はい、男、特に男ですよ。飯食ってね、家族養ってね、家のローン組めるかって言ったら無理でしょ。普通の一般的なサラリーマンみたいな生活をリラクゼーション業界でもできるということを証明したいんですよ。オーナー業として家族を養って家何千万の家ローン組んで普通の生活ができるじゃないですか。そうやってみんなに夢持ってもらいたいんですよね。今のリラクゼーション業界って夢ないですよ。違うんですよ。ガチガチ専門には夢があるんですよ。絶対できますよ。わかりますよ。でもそれね、最近多いじゃないですか、ともかすぎて。でご主人だけの給料やっていけないでしょうね。だから何でもいいから仕事したいっつって手っ取り早いのがこの業界ですよ。ちょっと習って押したらお金入ってきますからね。だから次数万円とか入ってくるでしょ。そういう使い方はいけますよ。けど男からしたら夢ないですよ。この業界、この業界を盛り上げるためにはほんまに男も頑張らんと盛り上がらないですよ。片手間主婦がね、まあ主婦を悪く言ってるわけじゃないけども、片手間で仕事されるとそれはレベル上がらないんですよね。やっぱ男が、一家の主として家のローンも担いで頑張るぞってやるからレベルが上がっていくんでしょ。その業界のレベルってね、やりましょうね。僕別に酒に酔ってるからちゃいますよ。僕二口目でも全開で酔いますから。腹立つわこの業界、腹立つわ。